さんおはこんばんちは、ゆっくりマリサだぜ。霊夢よ。よし、それじゃあ今回はちょっと成長したところを見てもらおうか。お、めちゃくちゃハードル上げますやん。GF に低ダメージでクーマイ当たらないの忘れてたぜ。早速ガガ発動。だが相手のジャンプを見つつ技を組み立てていく。せーってめちゃくちゃいいダメージ。低ダメージで前投げクーマイは決まらないが、上強を手玉でかなりの可能性を秘めてるぜ。危ねえ。今のスマッシュ決めれてた。確かに、そこきっちり決めて一気にワンストップ奪えたのにもったいない。その通り。あう。GF の空上に対して全く反撃できないカービィちゃん。正直上から空下でむやみに突っ込むのは無謀だと思うわ。これは問題なくオッケー。よーし、チャンス。しっかり叩いてからの、復帰阻止タイムだぜ。おお、まさかの目の前着地。まあ確かに脳死で崖飛び込んでたら助かるから、普通にありの選択だと思うぜ。ちゃんと前に出る？確かに今のは上強や追加力を稼ぐチャンスだった。だがったぜ。残念。もう少し欲しい。だがもう一度。まあそれなり、決して悪いわけじゃないが完璧ではないな。だがまだまだ続くぜ。上強と下強と掴みで完全に翻弄してるぞ。お、見る見るうちにいいダメージが。回避上がりプレッシャーかけたがまあ仕方ない。で結構飛ぶ。ファルコンキックで初めはそれなりの威力だから、あともうちょっとダメージ稼がないとな。しゃがめしゃがめ。近距離転倒からの横スマは上手すぎる。完全に強み発揮できたわね。上強を手玉の調子良かったぜ。よし、それじゃ次行くぜ。次マリオね。長期休みの間だけめちゃくちゃ増えるイメージあるぜマリオ。あとおじさん。おじさんが多いのはいつものことだよな。さ、病院知ってたパターン。こっちが投げても上Dで割り込まれるやつ。まあ前にも言った気がするが、最初破られるだけで次からは気をつければいいだけだぜ。まあ不利なのは変わんねえけど。あ、こういうのね。って言ってもそこまで強烈なリターンがあるわけじゃないか。よーし、ある程度ダメージ溜まれば普通にコンボが決まるぜ。やたら空中攻撃振り回しながら暴れてくるマリオ。なんだこいつ。やっくやっく回転しながら粘着してくるときめー。さすがミスタービデオゲームの運動性能。まずい。それは反撃食らう。ラッキーミスしてくれたのか、スライディングしてくれたぜ。だが次攻撃入れられる。よし、なんとか単発でドロップキックを入れると。いい動きするわねー。本当かつ攻めれないぜ。正面から攻めても引きながらの空母で拒否されるのがオチだからねー。それ初心者がわからん殺しされるわけだよなー。はい、私がそうでした。大体の人が最初そうだから大丈夫。これは相手の動きをよく。危ねえ。なんだこいつの動き。いい釣り行動ですわ。これで序盤ダメージ稼がれたらミーハを連打でいつか負けそう。おじさんならまだしも。よし、よしゃー。いい崖奪い。バーストとはならなかったか。ストーンも無事当てれたが、まあいいダメージいいダメージ。これで流れも良くなったらいいんだけどな。かといってまだ投げバーストできるわけでもないけどね。それなんだぜ。相打ち。惜しい。今のは結構やったと思ったんだが、なんとか反撃。そろそろね、上投げで締めれるダメージ帯。来た、頼む。これでバーストしてくれ。残念。悲しみ。けどまだ復帰阻止のチャンスがあるわよ。完全に回避上がり 1.4。 まあ反撃食らわないならいいでしょ。まだいけるいける。あそこまでダメージ貯めて結局横スマだったが、まあいいぜ。この空上コンボはもう受け入れるぜ。下手に回避入れてメテを入れられたら終わるしねー。だがこのコンボはもっと続けたかった。よし、ファイナルカッター。最初の一発だけ。攻撃の効率が悪いな。もう一発入れていくスタイル。その上スマ外れ。このファイナルカッターのバウンドに乗じて上スマはいいと思うんだぜ。あ、マジかよ。最初はまだしも着地のカッター外れるのかよ。けど順調に投げまくってるわね。確かに、あんだけ効率の悪い攻めしてたのにいつの間にか追い越したな。キックの隙にガーキャン掴みがいけるようになったから。今のもったいない。だが注意しないとな。ここら辺でクエヌからのダウン連入れられたら横スマで締められて一発で終わるぜ。受け身しっかり。ここ復帰阻止。見送り。だが必要にペチペチ叩いていく。もう一回。さあマリオ相手にどう阻止するのか。来た。あ、それじゃねえ。おわーつく。だがまだチャンスは続いてるぜ。よーし、うまいこと浮いたところにストーンが刺さったと。やったぜ。崖奪いした時にきっちり空母入れればもっと綺麗になったんだろうが、崖離さずにジャンプしてしまったぜ。まあストーンでカバーできそうだけど。よし、続いていくぜ。来たゴリラ。動画でこいつと試合してもあまりいい思い出がない。大体立根で終わってるイメージ。強引に空下ドリル入れようとしてるが阻止される。来た。残念。だがこれは来た。落ちろ。もう一回。出会う。惜しい。もう少し崖から近かったら決まってたな。よし、ここで吸い込み。ドンキーコピーはでかい。やったぜ。まあお互いチャージしてもいいんだが。
合意を吹っ飛ばした隙に一方的にチャージするぜ。ちょうどいいダメージ帯じゃない？前投げからのゴリパン、来たぜ。ほらー。何やってんのよ。やっちまったぜ。いや、なんかあるんだよな、謎に反転ゴリパン。あんたの操作に何があるとしか思えない。いやいや、サムスとか他のチャージ系はできるのに、ほんとなぜかゴリパンだけ反転してしまう。まだいけるんて？私もそう思ってたぜ。だが外れてしまうと。いやー、ジャンプ読まれたわね。確かに多段ジャンプ持ちって姉にジャンプするってあるから、私も結構ジャンプ読みしたりするんだけどな。それ、おじおじ様アソルト一発でも入れれると本当に美味しい。まあもう掴みからゴリパンは繋がらなくなったが、カービィちゃん連携向きの技多いからな。なんかの技の連携にパンチぶち込むぜ。結構殴られてるけど。危ねえ。残念、だがストーンぜ。いや、残念上京シールドし、それはあかん。やっちまったぜ。今のバーストは絶対に防げた。ジャンプするとか回避するとかいくら。えぐい、その吸い込み危な。カービィちゃんより吸い込み範囲大きいんじゃ。むしろ手でより大きいんじゃね。よっしゃー、大当たるのか今の。だがドンキーの重さではまだ顔面潰れる。今のウエスマもわりかし危なかったけど、なんとかなったわね。せーいいだけ奪い。やったぜ。まあドンキー程度の復帰では上から空下入れるだけでいいんだが。だけ奪いできますよアピールするやつ。まあしてくると思わせた方が崖攻防が有利に働くしな。来たこれ。連撃入れろ入れろ。まだいけるぜ。ちゃう。なんかそこまでだったっていう。別に悪くないんだけどな。やっぱシリ広い当たりが一番入れやすいな。じゃあウエスマが完全に読まれているけん、ゴリラ空中機動力は意外にあるからな。何やってんだよ。うっそ、苦し紛れの下スマが当たっただけのくせに、これは再戦するしかないぜ。そのままおかわり対戦。ふふん、一回勝ったぐらいで勘違いするなよ。これで負けると何も言えなくなるやつ。ミスミスチャージさせてしまった。なんだ今の滑り。なんかたまに見なくもないような気もする。危ねえ、こっからやり返すぜ。ドンキー前投げから大して繋がってないようなイメージ。そういえばゴリラは後ろ投げからコンボ決まったな。すっかり忘れてたぜ。通体でかいキャラ限定だからね。そうなんだよな。そして大概のキャラは前投げでも結構いい火力稼げるから、こういう面でもよく忘れちゃうっていう。やったぜ。けど意外に入るのね、チャッチウエスマ。そうだぜ。さっきはゴリファンぶち込まれたが、リスクらしいリスクもないし結構振っていってもいいと思うぜ。オッケー。まあいい感じね。立候補されなければだけど。どうなんだこれ、今危ないか。多分結構怪しいと思う。危ねえ。今さっき姉に後ろ回避した気がするけどヒヤッとした。よーし決まったぜ。逆に連結構使い勝手いいからね。そろそろだな。空下突っ込みやりたい。だが回避されたぜ。いや今のは見え見えだったわよ。だけ奪いする感じが。まあ確かにドンキーに対して崖待ちしてるってこと時点で、まあまあ怪しいよな。危ねえ。シールドギリギリ耐えたからセーフ。やけど意識はできてなかったからな。結果論だぜ。後ろ回避を強力に呼んでいくスタイル。危ねえ。今の回避してたら後ろ蹴り食らってたわね。で後ろ投げするって思ってたのに、案の定つかめないっていう。長い習慣っていうのは恐ろしいな。やはりいつものからのいつもの、いい記念。だがハンマーって貯めてなかったらそこまでなんだな。よくあんた今絶対空下入れるところだったでしょ。崖奪いとかバカなの。確かにシュートしたテクニックやたらに披露したがる。キッズみたいになってるのは否めない。危ね、ゴリパン飛んでくると思ってた。今の回避上がり結構怪しかったしね。なかなかに牽制の試合が続く。中盤終盤で肉弾戦キャラによくある展開。よしこれはさすがに反撃入るぜ。地道ねえ。これがカービィちゃんなんだよな。よーし、ここまで散々崖奪いプレッシャーかけた甲斐があったぜ。普通につかみミスって下スマ食らう。もったいねえ。だが勝手に来てくれるんだよな。前回の魔王プレッシャーを生かしてるわね。そしてここら辺で遅かったぜ。攻撃上がりしてたから不可能ではなかったけど。おわーす。はい、わーい。いつものコンボ。これって確定するトップガード間に合うかなんなんだろうな。ダメージ量が多いと結構跳ねるから、それで決まりそうな気もするけど。なるほど。さて次一括に、最近よく出てくるロボットくん。まあコマストーンは決まればラッキーぐらいに思っとくか。あう、痛い。まあまだ大丈夫大丈夫。よし掴んで。これは今のは微妙な位置だったわね。空したかな。どうだろう。よし、ファイナルカッターは無事入るぜ。じゃあ、小ジャンプされるとほとんど攻撃当たらないっていう。あ、ラッキー。よしこれは吸い込みもらうぜ。ビームはあっても損はないからね。で、そうで出なかった。いつものように連携の合間に入れてったらいいんじゃないかしら。意外に吹っ飛ぶしたスマ。残念。届かなかったぜ。よしちょっと叩いて、崖に出ろ。相手の動きをよく見てよく見て。よしもう一回掴んでいく。
なかなかいいダメージ。そろそろだな。ビームは当たって欲しかったけど、よしゃー。おー、これいった。惜しい。これは飛び込んだ方がいいのか。悪風に下から屈してきたわね。マジか。それなら飛び込んでもよかったかもな。やったぜ。2回目だけど崖奪いプレッシャーからの上スマ。これ決まる人には結構決まるからな。いい調子ね。気持ちがいいぜ。よし、これもいくもの。前投げからの高速が入る。あ、一段しか当たらなかったぜ。で、マジかよ。ビーム一発でコピーが外れてしまうとは。大して活躍しなかったコピー君。あ、あかん。痛い。まだコマ一発でよかったわね。それな、ウエスマ入れられてもおかしくなかったぜ。よし、ここからもカッターが入る。あ、これは崖際で決まりましたわ。これはいい感じに試合運べたぜ。それじゃ今回はこれで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。崖奪いできるようになって嬉しいのはわかるけど、まあむやみにやってる。当たりまだ真に使いこなせてないわね。そうなんだよな。特に今回ドンキーとか下から復帰するロボットとか、グー下で十分な相手にやっちゃってたところあったな。